どうも皆さんこんにちは、星しいたけです。モンスターハンターワールドやっていきましょう。さあ、3期団の団長と話す。行きましょう。正気の団員に行きましょう。準備はいい？さあ、まず降りられる場所を空から探す。いい場所を見つけたらあんたたちを降ろすから、そこにキャンプを張って、その後はマグダラオスの痕跡を探して。いいわね、あんたたち。正気の谷とは何なのか、そして谷と大地はどんな関係なのか、いろいろ見て考えてくるのよ。じゃあ行きましょう。いい場所。見てください。このままじゃキャンプの設営は無理です。よし、これで無事キャンプを建てられますね。相棒。正気の谷はもしかすると可燃性ガスっていうことかな。ちょっと待ってね。俺飯食ってきてないな。何しよっかな。まあ HP 上がるやつがいいね。うん、ほんじゃら来ますか。正気に当てられたんか、あれは。そういえば正気に気をつけろ。これは小池ってことやな。ここキャンプあんのか。これは？お。なるほど、穴だらけのっていうのはこいつのことか。
かてえ。あ、いいよいいよ、帰ってみて。あ、いって。そうか、いつもブンブン系か。いってな。耐震が必要か。なんやこれ。そう、わけわからへん動きしようんだ。痛い。あ、ほんとね。いけないけど、いいでしょう。あー、くそ。顔はちょっと柔らかめか。はあ、それやべえ、わけわからん。ピヨってるし、ピヨないで、ピヨないで、ピヨないで。うるさいな、結構。逃げた？いやー、やばいな。変なのが出てきやがった。ラドバルキンか。あう。気をしっかり持って。いった。そんながっつりした戦闘はね、教えてくれよ。うわ、帰ってきやがった。強化できない。いなくてもいい。おい、クソ、落とすやつだ。
これはなんか銃の方が高かったよね。ヘビーボーガンとか。ああ入れるね。鬱陶しいな、こいつなんか鬱陶しいところで戦うな。よし、やって。ほら。顔壊れた。ほら。うわ、怖いことする。あーもううるさいわ、耐震だわ、厄介やな。もうちょっと装備を整えてくるべきやったな。ちょっと待って、ピンも立ててないな、こいつに。どこや、今なんかあったぞ。よし、取ったな。尻尾にチクチクダメージ与える。で高圧属性ギリやな。逃げてないか。
け、なんかディアブロスの骨が持ってへんけど、立ってないよ、帰ってくる。わあ、くそ、間に合わへん。体力上がるやつがもうないんやな。一回食ったらもうあかんの。どこに金があったやな。金これこれ。あーくそー、死なずに倒したかってんけどな。さっき俺尻尾切ったとこどこなんやろ。尻尾だけでも切らせて。寝てる？寝てるんやったらもうやることは一つやねんけど。切った尻尾ってもしかして消えた？あーもったいねえな。尻尾ねえかな。尻尾これカンタロスか。捕獲したら終わんねんけど、尻尾が欲しかったな。なんかこの辺に尻尾ある？ないな。あ、尻尾ここあるやんけ。よかった。ドスギルオス。あ、なんかいびつな胸骨。ラドバルキンのタールがどう？これか。こいつら、これ出たわ。
腹立つわこいつら。よし、ギリ回収したわ。あとどこ？これは正気。触れないように気をつけて。ちょっと待って、触れないようにって言ったってな。触れないようにってのはどうやって触れないようにすんね。あ、照明欄にいいか。こういうこと？ここは正気が満ちているようです。吸い込むと体力が減ってしまいますよ。これ吸い込んでんの俺今。まだ生きてたわ。どれぐらいの範囲をこれ正気払えんね。ちょっと待って。相棒、一度休憩を入れましょう。研究基地に戻りませんか？あいつは倒さんでいいのか。まあ、研究基地に帰るか。じゃあよし。じゃあということでこれで戻りますが、ギルボス。あの、あなたは？そりゃそうよね。あんたたち行ったら倒れていたし。あたしは一騎団のものよ。あん時は危なかったわね。もしかして私たちを助けてくれた？本当にありがとうございました。無事でよかったわ。あんたたち5期団でしょ？うん。こんなところで何してるの？実は ゾラマクダラオスの痕跡か。探してみるよ。私はこの谷をずっと調べていてね、ようやくいろいろ分かってきたの。二人ともここでたくさんのものを見てきてちょうだい。次に会った時はあんたたちの意見を聞かせてほしいね。はい、わかりました。じゃあまた。
ラドバルキン、後ろ足破壊、頭部破壊、背中破壊、狩猟、捕獲。フリークエスト追加。痕跡見つからないわね。こうなったらもっと深い階層に行きましょう。正気が多くなって危険だけど、あんたたちなら大丈夫よね。じゃ、準備できたら声かけて。相棒、準備をしてから被団長さんと話をしましょうか。お友達探検隊ってなんだ。下になんかいるな。せっかくまた空を飛べるようになったでしょ。この子たちがいろんな場所に探検に行って調査のお手伝いをしたいと言ってるのね。ハンターさんが指示をしてくれれば張り切ってそこを調査してくるって。調査結果のお土産に期待してほしいって。どう？面白いでしょ。あら、お話がなくなってごめんなさい。それじゃあどうしましょう。お友達探検隊とは他のプレイヤーのお供やテトルのお友達を探索に派遣して、プレイヤーがクエストや探索に行ってる間にアイテムや素材、調査レポートを集めてきてもらう。派遣には調査ポイントが必要ですか。探検隊は1チーム3匹で構成された探検隊の特性を確認してください。集めたいものに対しての能力が高いほどより良い報酬が期待できます。派遣先を選ぼう。派遣したいフィールドを選ぶと3つのルートが表示されます。アイテムやモンスターのアイコンを参考にルートを選択しましょう。星の数が多いほど難易度が高いと。一級マークの探検隊は現地お友達の参加による成功率がアップします。プレイヤーが1回クエストや探索をプレイすると派遣探検隊のクエストも1つクリアとなります。報酬を受け取りたいタイミングで帰還させましょう。お友達探検隊の窓口は2カ所。マイハウスのルームサービスからもお友達探検隊の指示が。はぁ、スパイク、アキラ、アーモンドって誰ですかこれ。アンジャラフか。レイヤーがいるな。じゃあこのルートで。いってらっしゃい。はい、ということでまた次回お会いいたしましょう。またね。